自明とは、証明や説明、解説をしなくても、それ自体ではっきりしていると筆者が判断していること。ただし、必ず正しいことが保証されるものではない。こういった問題においては、主観的視点という部分を含み、何が自明であり何が自明でないかは、個人の感覚によって差がある。自明には、例えば、見たまんまであったりすることが挙げられる。言うなれば、空や海が青く、 雲が白いことや地面が平たいことなどがこういった範疇にあるが逆にそれらは科学的に厳密に言うと正しくない。空や海が多く雲が白いことは光の性質中における散乱など様々な条件があってのことで地面イコール地球である以上は数学的な概念としての完全な平面ではない。いわゆる常識などもこれにあたる。経験は 個人に内在する情報によって導かれる暗黙知の一種だが、これらは概ね、生活環境を同じくしている者にとっては、似通った経験が内在する。例を挙げれば、煮えた湯に手を突っ込むと熱く、やけどをするは多くの人が経験しているため、幼児を除けば、煮えた湯に手を突っ込まないようにするのが当然である。しかし、先天的に通覚を持たない者や、 生まれてこの方に得る湯を見たことがない者にとっては、煮えたぎる湯に手を入れないことは、自命のことではない。自命の理という言葉がある。説明しなくても当然至極の結論として、導き出されるものが、自命の理である。具体的な例を挙げると、自動車の運転をしている際、前を見ていないと危険であるは、自動車の性質の上で、運転免許を持つ者には、説明の必要がないくらい。 当然の理屈である。同時に、運転中によそみをすることは危険であるも、同じく、自命の理であり、運転中に携帯電話で、メールのやり取りをすることも危険な行為であるも、やはり説明する必要もないくらいに、当然至極の結論と言える。混同しがちだが、ある命題が自命であることは、それが真であることを必ずしも一致しない。例えば、重いものほど、 早く落ちるという命題において、実際に、ピサの斜塔から重い玉と軽い玉を何回落としても、重い玉の落下速度の方が速くなる。重いものほど、早く落ちるのは自明であるというものもいるかもしれない。しかしながら、古典物理学では、重さイコール質量 X 重力加速度であり、真空中で交体が自由落下するときの落下速度は、質量の代償には依存せず、落体の発速度と、 重力加速度と落下時間の値に依存するとされる。このため、重いものほど、早く落ちるという命題は、まであるとは限らない。重いものほど、早く落ちるという命題の中にある、重いという記述だけでは、重いものが軽いものに比べてどう重いのかがわからない。質量も、重力加速度も大きいのか、その一方は小さいものの他の一方が、十分大きいために積が大きいのかということが、 わからないので、重い方が遅く落ちることは、十分あり得るの真空内自由落下速度は、地球上における1マイクログラム重の合体の、真空内自由落下速度より、当然遅い。また、重いもののほど落下中に強い上昇気流が、発生したり、効力係数が大きくなったり、発速度が小さくなるような条件下でも、重いものほど、遅く落ちる場合がある。したがって、 重いものほど早く落ちるという、ある意味では、自命の命題が厳密にまとなりうるのは、重いものと軽いものの落下経路を比較したときに、同一な重力加速度であること、同じ流速であること、落体の効力係数に差がないこと、また、落体の初期状態が同じであることなどの条件が整っている場合である。また、数学では、ユークリッドはいくつかの工順や行理のもとに、 その気化学の体系を築いた。その際、彼はこれらを自明のものとして取り扱ったが、それが本当に自明であるかの判断を追求することから、非ユークリッド気化学が発展した。現在では、高理や高順は、その理論を成立させるための仮説であると考えられる。ありがとうございます。